はい、どうも皆さん、トライアングルです。ちょっとこれ一回間違えて開いちゃったんですけど、やってはおりません。はい。今回はこちらですね、ゾンビは赤鬼。前回こちら星鬼、地獄のような星鬼やったんですけど、今回はこちらですね。ゾンビ赤鬼が現れた。指定数パウブロックを叩いて、奥の土管から逃げよう。ほう、予想外にクリア率が低かったので、簡単に、あー、そうなんだ。できれば難しいバージョンとかないのかな？これ、再投稿前のやつとか。クリア率が 8.95% ですね。で、ベストタイム1分35ってことは結構時間かかるって感じか。指定数のパウブロックってなんだ？指定数のパウブロック。指定数叩くってことだよね。指定数のパウブロックを叩く。その、ん？指定数は、どっかに書いてあるってことか、多分。謎解きって書いてあったね。え？何？何？何？おお！これゾンビになったってことだよね。そういうことだよね。いやー、びっくりしたわー。ちょっと、もう嫌じゃん、やめなさいよ。ちょっと待って、バレちゃった私の、あ、やばい、やばい、出ちゃった私の本性、あ、素が出ちゃった、危ない、危ない、もうちょっとでバレるところでしたわ。皆さん何も見てない、いいですね。じゃあ行きましょう、行くわよーん。さあ、ステースのパブロック、とりあえずダッシュで、ん？ 3？ あ、あー、これか ?3?5? え ?354? サゴシよ、あ、あー、なるほど。354叩けばいいってことか。多分これ順番的に言うと、あれだよね。右が4だよね、多分。痛い！なるほど。あんまり、早くというか、欲張ると、やられちゃうから、ちょっとずつではないけど、って感じか。なるほど。これはどうしようかな。354でしょ。1、2、3ぐらいにしとこうか。うん。これであと1回叩いて、で、今度、その右を5回叩く。だから、サゴシだから。あ、いいね。大丈夫。スピードは、なんとか、突き放せるから、結構叩けるっちゃ叩けるのか。で、これで4回叩いた。で、あと1、2、3ぐらい叩いとこう。で、あと残り、もう一周して2回叩いて、で、最後、いや、2回の1回叩こう。そしたら、3周でいける。次の周でいける。2回叩いて、もう1回叩く。で、合計3回。いけるかな？2回叩いて、1、2の1、オッケー！で、これであと2回叩けば、多分354ってことだよね。そういうことだよね。これでいけるはず。いいよいいよいいよ、いい感じいい感じ。確かになるほど。クリア率もちょうどいい感じ。難しくなってるのは、こうやったら難しくなったんだろう。すごいそれ気になるな。1、2。どうだ？お、さあ、何が起こる？え？あれ？え？あれ？え？何？何も起こんないよ。え、なになに、あれ、ちょっと待って、え、なに、これ全部叩けばいいの、もしかして。あ、もしかして、あれ、再投稿したのが簡単にしたって、すべてのパウを叩けばよくしたってこと？一応物理的に、あれ、音符ブロックもあって、で、キノコもあるから、確かにこうすれば、あ、危ね、そうすれば、つながるんだよね、道が。え、そういうこと？そんな難しくなるか？指定数だけで。え、なんだ？わかんない。ちょっと怖いけど全部叩きますわ。1、2、はい。何が出てくる？なんでー？あれー？なんでかなー？あ、でもそういうことが、簡単にしたから再投稿ってことか。本来は、あ、そういうことか。そういうことか。あ、そういうことね。1、2、3。3、3。そういうことか。1、2、そういうことか。1、2、3、4と。これで、3、5、4よ。オッケー！あ、なんだ、最初のあれ別に良かったのか、キノコ。びっくりした。え？うわ、なにこれ？ゾンビアオニーのことこれ。ゾンビかなこれ。あ、でも確かにゾンビっぽいっちゃゾンビっぽい。お邪魔します。さあ、そしてこのまま、ゴールといったところでござる。そうか、最初騙されたわけじゃないけど、勝手に僕が勘違いしちゃったんだけど。そうだよね、普通に考えれば、全部のキノコ落とせば、あれか、って思うか。いやー、ちょっと、ノータリンだった。
お山なんたる面白そうなコースを見つけたぞい。ベストタイムがね、時間がすごい長いんですよ。なんか最近僕結構こういう長めのコースやってないんで、ちょっとやってみていいですかね。クリア率 3.46% といったところを行きましょう。よろしくお願いいたします。さあ3-1でいていくからです。いきますよ、よろしくお願いします。さすがトランクさん、すべての言葉が読めるといったところだ。ちょっと待って、キノコチョッパー僕にください。ファイヤーが欲しいところ、しか多分どっかでファイヤーゲットできれば無双状態。ガボーンちょうだい僕に。こんにちは。そういえば皆さん、ペーパーマリオやってますか？いきなりで申し訳、折り紙キングやってます？僕ね、その、まあ、とある、ね、あの、実況者さん、お二人の実況者さんの、私、折り紙キング見させてもらってんですよ。名前出していいのかな？名前出していいかわかんない。まあ、さらっと出すわ。さらっと出すわ。キヨさんとダイダラさんなんですけど。その人の見てるからね、なんか僕、なんかもう折り紙キングやった気持ちになってんだよね。だから、やるべきかどうか悩んでるんですけど、皆さんどう思います？今更やってもって感じになるかな。なんかもう、なんか、やってる人のさ、なんか、ごめんなさいね、なんかいきなりこんな話、なんかちょっとまだ時間いけるかなっていう感じがあって、ちょっと今雑談話してるんですけどー、なんだろうな、そのクリア、なんか自分がやっちゃうと、その人の実況、ういういしく見れないなっていうのがあるから、あーしまった、今のは気持ちよくやれるものコースでござる。申し訳ない。申し訳ござらん。いや、しかし私にはファイヤーがある。なんだこのコースは、優しすぎないか。これが本当にクリア率 3%。 いや待って、落ち着け。これね、痛いです、普通にやられました。トランクさん調子乗ってんじゃねえぞと、すいません。なるほど、これね、わかった。これクリア時間3分じゃないですか。これ多分中間がないんじゃないかな。で、結構簡単なギミックなんだけど、なんかその中間がなくて、そのパー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 、いきます、突っ張ります。痛い、助けて、無理です無理です、いやどうしよう、あれを行くしか、キャーッとバタバタバタ、おお、これが私の実力だ。わお、え、待って、あー、こっちか、あ、危ない、結構中間あるじゃん。あ、でも結構地味に難しいってことが分かった。結構今あれよ、奇跡よ、とりあえず奇跡よ、今のは完全にね、分かった、行くぞ。お優しい。ちゃんと、親切設計ですな。いや、私はこれを持つ。痛い。待って。行け！レッツゴー！やだ！やんやん！待って。あー、フラワーが欲しい。フラワー！まあ、フラワーし。大丈夫だ。バックンどうした？貴様のブロックが邪魔で攻撃が出せんか？いや、悔しいの。バックンよ、自分、やぶっ！ギャー！待って、おつけ。一回もついて、深呼吸、はい、よし、深呼吸完了。え？よし、来た、トランクさん、いいよ、来てるよ、トランクさんの時代。マリオメーカー界にトランク、新風を巻き起こせ。昔からいるけど。確かに一時期やってなかったけども。青鬼コースからかな、また、多分再開しだしたのって、マリオメーカーを。この、痛いよ！大丈夫、落ち着け。あんげー！よし、危ない。わー、優しい！なんて優しいの、この人。この人のファンになるわ。あっ、いけ、進め、いけ！神よ、私は神。My God first! あー、危ない！なんだこれは。最高か？そして緑の悪魔、幕末志様。行くぞ、突入だ、いけ！Let's go! あ、これスピードランですね。そう、氷スピードランといったところ。いきなり？これはいいよね。これは、これより先に行かないとダメとか、そんなんじゃね、優しい！いいぞ！いい子らよ！そしてゴールデン！ちょっと待って、気になんない？この先気になんない？気になっちゃうから行っちゃう！痛い、行けなかった。ごめんなさい。あ、でも、あ、よかった。奈落の底に突っ込むところで、もう最後の最後で、噛むなトライアングル。OK! ルイージュタイム！これ、聞いていいですか？千と千尋の神隠しより、いつも何度でも。サンボの音がとても綺麗なので、聞きたくなったら聞いてみてね。ジャンプすると、わかります？絶対ジャンプしません。もう動かさないです。はい。オートスクロールだもんね。何もしなくていいんだよね。了解でござる。黙ります。
ブラボー。映画館で見たい。